はい、酒好きな俺の飲酒道を始めていきたいと思います。今回は、恵比寿ですね。生ビール。プレミアムビーム。ビールの、恵比寿のロイヤルセレクション。アルコール度数 5.5%。5種類の厳選麦芽の奥深いコク。だそうです。これは、コンビニで売ってたんで買ったんですけど。値段が250円ぐらいしました。高かったですね。まあ、コンビニだからな。多分普通のスーパーでも売ってるんだと思うけどね。まあ、ちょっとよくわからないですね。まあ、エビスのね、新しい味ということで。ちょっと色が、あれですね。濃いめです。あ、結構あれだわ。琥珀エビス的な。もうちょっと色濃いかな。うん。そんじゃ、乾杯。うん。ああ。あ、え琥珀エビス と大して変わんない気がする。まあ美味しいですけどね。あれ？ああ。札幌のサイトに行ったところ、これのエビスの他にもう一つ、新しい味があるみたいですね。ギフト専用、ギフトのやつで専用ですね。の限定販売の夏のコクというのも売ってるみたいです。まあ、いわゆるあれか。朝日のね、スーパードライのなんか、ギフト限定とか最初言ってたけど、もう今普通に売ってるからな。って感じで。ね。多分、これもいずれ普通に売られるんじゃないかな。夏のコクってやつ。あ、この青のエビスは、コンビニ限定みたいです。なるほど。5種類の、麦芽。ピルスナー麦芽と、カラメル麦芽と、小麦麦芽と、クリスタル麦芽と、ミュンヘン麦芽。らしいです。うん。いや、コク。コクっていうより香りだな、これな。コクっていうか。コクなのかな。正直、ほとんど苦くもないしね。味が苦くもないんで、個人的には、別にコクとかは、ほとんど感じない。うん。これを飲んで、コクって言うと、なんか、どういうのがコクなのかがよくわからなくなってくるの。
これが深いコクがあるとか、なんとか書いてあるけどさ。いまいちわかんないんだよな。これだったら普通の金色のエビスビールの方がうまい。コクはあると思うんだよな。わかんねえな。わからん。うん。まあ、琥珀エビスと同じ感じだと思いますよ。ね。アンバービール。アンバービールタイプに属する。琥珀エビスはアンバービールっていうビールの種類らしいです。でもこれもほとんどそれじゃないの？アンバービール。ね。わかんないな。俺基本的にコクっていうのがね、いわゆる後味、残り、後味の喉の奥に広がる味がいかにこう残るかっていうのがコクだと思ってるんで、うん。毎日起こりません。やっぱりエビスは一番前のはやっぱ普通の金色のエビスが一番俺好きだわ。ね。エビスのね、その、ギフト限定の夏のコクっていうやつは、オンザロックでも美味しく飲めるとかって書いてあるね。まあ夏ですからね。まあビールをオンザロックにしても。ね。まあ普通に美味しいわ。美味しいやつなら美味しいですね。うん。よいしょ。エビス青か。結構ね、エビスなんか、いろいろ出てますけど。やっぱな、一番好きなのは、普通のエビスですね。まあそんなもんだな。まあエビスは正直普通のやつ以外は微妙だと俺は思ってるけどね。あんまり、あんまりなんかパッとしない。Ahem.
味かなと思うんですけど、まあ微妙ですね。なんかどれも似たり寄ったりなんだよな。どれも結構似たり寄ったりのが多い。まあ普通じゃね？正直この値段でこの味だと来るとまあ別にまあ普通のエビスの方がいいかな。3343で、お疲れ様でした。